カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは、倉木舞です。今年デビュー20周年、倉木舞。1999年12月、17歳の時、シングル「ラブデイアフタートゥモロー」でデビュー。売り上げは140万枚を突破し、デビュー曲でいきなりのミリオンセラーを記録。さらにファーストアルバム「デリシャスウェイ」は400万枚を突破。この鮮烈なデビューから今年で20年。デビュー当時あまりメディアに出ていなかったためか、謎めいた印象が強い倉木舞。今夜のアーティストファイルでは、そんな彼女がよく訪れるというお気に入りの場所を案内してくれた。すると、行きましょう行きましょう、すごい嬉しい。倉木舞の意外な素顔を見ることができた。まず向かった先は、私が結構もう学生の頃から通い続けて、プライベートでもたくさん訪れている大好きな場所に今から行きたいと思います。うわ、楽しみだな。行きましょう行きましょう。あ、見えてきました、葛西臨海水族園水族館に来ました。今年開園30周年を迎える葛西臨海水族園。2200トンのドーナツ型の大水槽で運営する大迫力のクロマグロが有名で、この他にも600種を超える様々な世界中の海の生き物たちを見ることができます。倉木さんが何度も訪れるほど大好きだというこの水族館、倉木舞さん流の楽しみ方があるそうです。まずはマグロ、ちょうど見てください、あそこにマグロがもういますね。はい、身長を測れるマグロ。でも大きいですよね、この巨大な。よく友達と背比べ的なのをやったりとかしてましたね。続いてこのチケットにも、買いました、見てください、ウツボちゃんです。これも、ね、すごいマニアにはたまらないチケットの、いろんな種類のタイプが変わってくるので、これも結構おすすめ。あ、こっちから行きましょうね。入り口を抜けると次のおすすめスポットが、来てください、じゃーん、海と融合して広がってる、わかりますか。結構一人で来るので、入る前にちょっとこう景色をいつも楽しんで写真撮ったり、音楽聴いたりして、こうぼーっとしながら、ね、過ごしたりすることもあります。じゃあ行ってみましょうか、行きましょう。いよいよ館内へ。来ました。最初に出迎えてくれるのはシュモクザメ、ハンマーヘッドシャークって言われてるんですけど、この形見てください、すごいですよね。あ、まだ子供のシュモクザメがいる、かわいい。不良室ですね。ウィツクリザメ、私ビックリザメって言ってるんですけどすごいびっくりするような歯が、ウィツクリザメ。思い出します、もう学生の時手洗って、それからこう人手とかをこうすくって触って観察してたりとかして、このデザインがすごい大好きな水族館を訪れ、終始テンションが高めの倉木舞さん。水族館がこんなに大好きな理由とは、小学校の頃から友達と待ち合わせして水族館行こうって来たりとか、あと母に連れて来てもらって、それから水族館大好きになって、で大人になってからもいろんなパワーをもらいに来てるんですけど もうたくさんの種類の、ね、魚がいて、で魚の生態を知ったりとか生き方とかを知れば知るほどすごい奥が深くて、マグロも泳ぎ続けないと生きていけなかったりするんですよ。なので一生懸命そういう頑張ってる姿を見ると、あ、自分も頑張ろうって思えたりとか、パワーをたくさんいただけるんですよね。そんな倉木さんならではの独特な水族館での過ごし方が、こう座ってるとこう海の中に入っていったような、そんな感覚になって、なんか音のない世界っていうのがすごく憧れるというか、全部をこうシャットアウトして
つも癒されながらこう見てるんですけど、なんかこうお母さんのお腹の中にいるような安心感っていうか、よく人によってはあのお腹の中にいる時の記憶とかもきっと覚えてる方は覚えていらっしゃるんですかね。私はお母さんのお腹から出てきた時にあの羊水をこう飲み込んじゃった時があったんです。でその羊水の味を覚えてるっていうのがあって、小さい時からずっと忘れずに今も記憶としてあります。一体どんな味なのか聞きたくない方はぜひ耳を塞いでいていただきたいんですけど、ちょっとこうしょっぱい海の海水のようなあのお吸い物のような感じの味がその時はして、はい、なのでつながってるのかなと思ったりも、はい、しちゃいますね。別の水槽ではずっとこうやってあの見てますと魚が近寄ってきてくれたりする時があるんですよ。でその時になんかちょっとこう通じ合ってるんじゃないかってこう思う時があって、なんか近くにこう寄ってきてくれたり挨拶しに来てくれたりすると、あどういうお魚なんだろう調べてみたいなっていう気持ちがこうワクワクな気持ちが生まれてきて、いろんなネーミングとか覚えたりとかしたりするのもすごい趣味な感じで。続いて倉木さんが初めて見た時に衝撃を受けたというある深海の生き物がいるエリアへ。いますいます、あここにいましたね。タカアシガニ、初めてタカアシガニを見た時にこんなカニがいるんだってすごい感動、びっくりして感動しました。でこの足の長さが深海にいるんですよね、はい、で食べてみたんです、どんな味がするのかと思って。そしてもっと食べられるところありますね。ありますよね、はい、で食べてみたらあのカニとはまたちょっと違ったあのさっぱりとした感じの味で、エビとこうカニをこう足したような感じっていうんですかね、あっさりしてるのでぜひあの、ね、召し上がれる機会があったら食べてみてください。そして園内最大の見どころへ。マグロ来ましたよ。ダイナミックなクロマグロの餌やりを間近で見学します。あ、来ました来ました、入ってきました。今入ってきた餌はアジです。マグロがすごくお腹が空いていたようで、今回初めて見学した倉木さんは、すごいよくこれ当たらないですよね、それぞれが衝突とかしない。アジの次に入ってきたのはイカです。マグロたち実は餌を食べるときもぐもぐというふうに噛んではいないんですね。飲み込んでる感じ、割飲みしているのが分かるでしょうか。ぜひそこ注目してご覧ください。結構口大きくですね。これで今日の餌は全て終了しました。いやすごい感動しました、ありがとうございます。感動でした。なんかマグロと一緒に泳いでるようなそんな感覚で今日は拝見させていただいて、もう宝物になりました。倉木麻衣さんが水族館を訪れる最大の理由がありました。それは楽曲制作。歌詞でこう煮詰まったりすると水族館に来てあのカフェとかもあるのでそこで音楽聴きながら歌詞を書いて出来上がった楽曲もあったりもしますね。デビュー以来全ての楽曲の作詞を手がけてきた倉木麻衣さん、水族館でも行うという歌詞制作の様子を再現してもらいました。あのよく水族館来て全部お魚をこう見て回った後にこうリラックスして制作に入るんですけど、私ノートとかあんまり基本使わないタイプで、あの普通にこういろんなものが書いてある後ろに書いたりしてこういうところに書いちゃうんですけどね。普段こういろんな人たちとこう会話したりする中で生まれることもあるんですけども、こう水族館に来て一人でこう自分自身とこうお魚とこう景色を見て対話することによって、なんかこう自分が今感じているものが等身大の思いでこう書けるっていうのがすごくあって、で言葉がこう降りてくるっていうか、イメージも膨らみやすくし、あとすごく集中できるっていうのがあって、私は水族館で、はい、歌詞を書くことが結構ありますね、うん、水族館での意外な過ごし方を教えてくれた倉木さん。
今夜はデビュー20周年を迎える彼女が初期の大ヒットシングル「シークレット・オブ・マイ・ハート」を披露。当時高校生だった彼女がこの曲に込めた思いとは。当時歌手になったことを周りの人に言ってなかったんですよ、友達とかも。なぜかっていうと、やっぱりこう歌手になったよって伝えちゃうと環境とかが全部変わっちゃったりして見方が変わっちゃうんじゃないかっていう、そういうちょっと怖さもあって。そんな不安な気持ちや秘めた思いを綴った名曲シークレットオブマイハート、お聴きください。実は絵が得意な倉木さん、ファンクラブの開放やイベントでもその腕前を披露しています。そこで今回の思い出を絵で表現してもらいました。じゃん。プライベートでは倉木麻衣がこういった形で、過ごさせていただきながら、クロマグロの今日は餌やり体験を、見させていただき、本当に迫力のある、活力をたくさんいただき、また制作やこれから20箇所ライブツアー回っていきたいと思うので頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。次週、理想のデート、倉木麻衣が照れる、燃える、踊る、あ、じゃあ